はい。山本千郎です。こんにちは、えー。皆さん、チャンネル登録とコメントのよろしくお願いします。ということでね、今日お話をしていきたいなと思っているのは、いわゆる幸せの条件って何やねんって話でございますね。これ何なのかというとですね、私がいるそのね法律界隈とか、いわゆる社会科学界隈、計算機社会学とか、あの辺でやってる連中のこう、まあ、仕事があるんですけども、その,しあの、まあ、隣の領域にですねこう、社会心理学っていうのがあるんですね。これ何やねんっていう話で,です、ね、言うとですね、こう人はなぜ幸せを思うのか、なぜ不安を感じるのかってことを統計的に明らかにしようっていう、そういう学問なんですよね。でまあ、そこ

個人の機微とです、ね、社会との関わり合い方ものすごくその連携するじゃないですか、まあ、例えばその自分がねこう勤め人としてどこかのこう会社に勤めているとそこの職場での人間関係が悪いとです,、ね、すごく不幸に感じるわけですよねで仮にそのこう、まあ、幸せな、ね、人生を今まで送ってきてポンと入った会社が望みの会社であったとしてもそこの人間関係が悪いとですね今までやってきたこと全ては否定されるかのような形でこう不安に思ってしまったりとか不幸を感じたりするわけですよね、まあ、これが今まさにこう私たちが生きている社会における重大なもの 問題ななななんんじゃないかってててことがとなく見えてきてですね今、複数の論文でねメタアナリシスをやってるんですけれども、ちょっとね中間報告の前にこう喋ってもいいよって言われてる部分だけちょっとつまみ食いして皆さんにお伝えしたいんですけれども、まず第一にですね友達の多い方が幸せかっていう議論があるわけですよね。顔見知りが多ければ多いほどその人は幸せかどうかっていうの結構メタアナリシスで出てきてる部分があるんですけれども、これはその、まあ、真なところもあれば、その真、まあ、でない部分があったりとか、いろいろあってですね、まあ、単純な話をすると、その人間はその本当に付き合える人 その幅っていうのは、えー、意外と固定されていると で要はそのたくさんの人と付き合って顔見知りが多いよっていう人がじゃあ幸せがっているとそうでもなくてですねで逆にその身の回りの,その近所のとまあ隣り合っている人たちぐらいにしかその、まあ、人間好きがないと言っている人が非常に幸せだったりとか、まあ、いろんな問題があるわけですよね。でまあ,あの前者いろんな人と顔見知りな人の方がその幸せと感じない部分って何なのかというともちろんこうねいろんな人の関わりの中で暮らしている人は当然華やかだったりとかあなんか、ね、たあの多面的でこうね、えー、まあ外交的で結構 やれるようなこともいっぱいあるのかもしれないですけど、そういう分だけいろんな人に対する配慮をしなければならないと 要は人間関係を維持するためのいろのんなやりたくのない仕事があってみたりとかもしくは他人同士のトラブルに巻き込まれたりとかもしくはその自分が良かれと思って付き合った人がまずかったりとかいろんなところで,ですねトラブルを抱え始めたわけですよね。そうするとその深刻なトラブルに見舞われるケースってやっぱりあるとですねそういう人たちは結構その顔が広いがゆえにこう不安になったりとかその不信感を抱いたりとか不幸になったりすると逆にその狭い世界で生きている人はですねそういうことは考えずに今目の前の人とその幸せな環境を築ければよいという話になると そのまあ多幸感を生まれるわけですよね、まあ、連帯式が生まれてみたりとか、まあ、そういった点でいうとその多く見識を持っている人の方が幸せだとは限らないよということは、まあ、今回かなり社会心理学上分かるようになってきたんですよね、まあ、この辺り非常に、まあ、アンビバレンスというか、ね、非常にこうあの矛盾している部分であるんですけれども、えー、また一方でその多くの所得を得ている人が幸せかというとそうでもないとかです、ね、もしくはその今まで学歴が高いとされていた人たちはいいかというとそうでもないとかです、ね、でまたその幸せだと言っている人はおおむねその家庭が円満だったりするわけですよねで家庭が円満で そのまあると社会においてその出て行ってる先で、まあ、不幸があってもですね、まあ、それに対してそのこう不安感を抱きづらいとか、まあ、そういうような。 わかっているわけですよね。では、あの、ちゃんとした家庭生活を認め,舐める人ほど、社会に対して、その、いろんなストレスを、こう、抱えさせられたとしても。エンデュランスが高い、抵抗力が高いっていうことが、まあ、言えるのかなというふうに思うわけですよね。で、まあ、そういった点で、こう、まあ、いろんな、あの、まあ、いろんな人たちが、いろんな関わり屋の中で研究をして。あなた、本当に幸せですか幸せじゃありませんかってこれ、は大体主観なわけですよね。 で今回そのメタアネシストで出てきたのはこの人幸せそうかっていうその他人からの評価およびその,その人が発信しているものが本当に幸福に満ち溢れているものなのかどうかみたいなそういう,そのう第三者的な視点からその人の,その幸福度を測ろうっていうのが出てくるわけですよね。これはまあ本当にこう対人関係のインパクト検査みたいな、まあ、そういうのがあるんですけれども、まあ、そういったものを使ってよりこう大量のデータを使って、まあ、あその人のねでどういうその行動をしてきたのかどういうその人に対するそのアクションをしてきたのかみたいなことを考えてま 考えていくとかなりその幸福度っていうのは正確に許するっては分かってくるわけですよね。でその正確に許するっては何なのかっていうと一番大きなそのまあカテゴリーです出てくるのは他人と比較しないって出てくるわけですよね。 なんか嫌われない勇気でしたっけあ嫌われる勇気でしたっけまああれだとその、えー、嫌われてもいいから自分のやりたいことをやりなさいみたいなそういう他人が言われていること自分のこと興あの興味を持って見てるんじゃないねないんだよみたいなアドラー心理学的なアプローチからああいうそのね結構そのまあしっかりとした論評なあの論考になってたと思うんですけども、えー、科学でできた結論はちょっと逆であのそもそもその他人を気にしない人は幸せであるってうそういう <laughs> まあなんていうのはこう見も負担もない話になってくるんですよねまあ要は他人と評価して他人からの評価が気になるとか他の人と見比べて自分 自分が劣っているように感じた時にこう、えー、どういう,、ね、こうマインドのこう、まあ、チェンジがあるかみたいなところをまあ調べてるんですけども他人と評価しやすい人っていうのはやっぱりこう自分はなぜ行けてないのかどうすればよかったのかあいつはそのより自分よりもいいとこにいて羨ましいみたいになのがあるとですね途端にその人は不幸を感じるわけですよね。まあ、不幸というかその気,あの気分がざわざわするわけですよ。ざわざわしている時間が長ければ長いほどその人の多幸感は失われていく幸せな感じを失われていくっていうことになるわけですよね。 でこれはやっぱりあるるあ意味その、えーまあ、アメリカの研究だとその、まあ、生まれですよね、まああの、人種だったりとか性別だったり、そういうものに関する、えー、あの幸せか幸せでないか、で次に言うと、養子、えーまあ、イケメンかブツかそ、そういった話も含めてですけれども、そういったところでその自分はどうなのかという、自分に対する評価が出てくるんですねで。さらにそれに対して他己評価は、自分はどう思われているのか、自分はブサメンと思われているかどうかって、結構重要なファクターになっていると。でそれれで、えー、ブサメンとと思われていいるようだというだ人 自分は幸せでないいと思う傾向は強いこれはなかなか難しいですけどもそういうことがあるんですよね。で3つ目は社交性ですね。がまあ,あのオーシャン5とか、まあ、別の,そのモデルで言うと外交性と言われるものですね。これ何なのかっていうと人とうまく付き合える力なんですね。 つけ入れる力が高いほど幸せとは限らないんですけども人と接点が多ければ多いほど幸せなことばかり受け取るものではないと場合によってはそのクリティカルなマイナスを受け取る可能性があるので大変だっていうのはもう分かってくるわけですよねで4つ目その地位ですねでこれは就任も含めてですけどもこう今までやってきた学歴から今勤めている会社から他の人に対してこれもちょっとまあ相対的なものですが誇れる仕事をしているのかどうかでそれを自分がどう評価しているのかっていうところにこう非常に強いこう幸せに関する感情が出てくるとで5つ目家族ですねでこれは自分がその父親 母親から受け継いだものの家族ってこれはその与えられた所有の条件なんでこれは動かせないんですけれども自分が新たに抱えたその家族に対する敬意愛情っていうものが非常にこう自分の幸せについて非常になんていうかな大きなこう影響を与えてるわけですよ。まあ、言われてみれば自分の,その人生からすると結婚できて終わったなとか子供が生まれて幸せだなと思うつもりはあの気持ちが結構あるわけですよ。であのもちろんね自分も健康だし子供たちもその元気になってるからあと、ね、家内も仕訳もそれに手伝ってくれてるから、まあ、それでこうまあ家庭環境をある程度ギュッとここね 密なっていけばですねある意味、ベビーカーをしているだけでも幸せってなるわけですよねで。これはやっぱりこう自分の置かれている立場から逆算して、自分以外のものがその大事だと思える感情が幸せにこう連結してるんじゃないかと。でこれはその親から愛された、愛されてないとか関係なくて、ですね自分がこれからの人生において自分の代わりになるものを培えているかどうかっていうことが非常に強いね幸せを呼ぶんだと。であのかけがえのないものに対して、自分はそういうものを持っているんだっていうことに対するそのまあ絶対的な安心感みたいなものを持つわけですよね。でこれ逆その,逆にその まあいろんなそのねうつ病だとか別のそのま精神疾患の人たちのあのメンタルデータなんかもこう並べて出てるんですけど家族を持ってない自信が持てない人っていうのは結構いるわけですよでこれは自分は生まれてきたけれどもその自分は子供を持っちゃいけない人なんじゃないかとかもしくは自分はその 伴侶に対ししてふさわしくななないい人間なんじゃかかとかもしくはその嫁の方が稼いでるからどうだもしくはその自分はその性的にそのねもう劣化してしまって自分は魅力がないんじゃないかどうかまあそれは女性は特にその自分の養子に関することに対してその幸せを感じなくなるケースってはまあ多いので彼に対してどんどん女性は不幸になっていくっていうデータが別にもあったりするのでまあなかなかその辺こう気を取りなが持ち直しながら美しく年を重ねるってのはまあ難しいんだなということの裏返しだとは思うんですけれども、まあ、いずれにしてもそういうような形でその自分の今の状況に対するその、まあ まあ評価に対して不安になったりとかその不幸を感じたりとかするということだと思うんですよねでまあそれに対してもう一個その大きな要因として将来に対するあの所得の不安ってあるわけですよね健康と所得はその二大不安なんですけれどもこれはやっぱりこう自分が将来健康であるかどうかに関するその不安ってものすごく大きいわけですよねでましてそのもう今じ実は自分はすでに持病を持ってますとでいつ死ぬかわかりませんっていう人はものすごく不幸なその数字を出すわけですねやはりそのまあ私も持病を持ってますけど持、ね、病を持っている人の幸せかどうかのイン インパクトを見てみるとマイナス23とか24とか結構べらぼうな不幸な感じのですねあの数字になるんですよ。まあ、もちろんね、そこの中にはその、まあ、ちょっとした糖尿病でね、えー、まあ飲酒に打っていればなんとかなる人もいれば、もう末期がんでね、えー、自分のおうち先が15年ぐらい先まで見通せないようなところでこう頑張ってらっしゃる方もいても、いろんなそのタイプの,その持病がそのうちカテゴリーにガーンと含まれてるんですよ、す、まあ、それはなかなかその単純に比較するのは難しいんですけれども、えー、自分はその健康上その問題がある、例えばその腰痛であったとしてもこう、自分に対するその不幸 幸せじゃない気持ち昔はこう、ね、元気に歩けていたのに自分はもう、えー、他の人と同じ歩くことができないというだけでこう非常に不幸を感じる人たちは結構の一定の割合でいると。デザイン所得に関してはその自分はどんどん年を取って衰えていくのであると。そうなってくるとその体も動かなくなって自分の,その、ね、主体職業を自由に選択できる機会も減っていってですねいわゆるそのメンタルヘルスをその非常にこう病むわけですよね。でそれをその病んだところでその例えば具体的に本当に失業してしまいそうだとか職場の人間関係が悪いってなるというのとよりダイレクト 人間の不効感のマストマイナス18と19とかっていう数字をバーンと出しちゃうわけですよねでこれ何なのかというと結局その自分の人生は自分でコントロールでき,できているんだっていうことを自覚をしているうちは意外と何とかなるんですよ。 これはその自分がその小学校中学校の時代に親に守られて学校に行ってる間はその学校での人間関係が社会の全てだった頃があったと思うんですよね。これ皆さんに同じように経験されてると思うんですけどもこれはそのまあ被験者のいるアメリカ人だったりとかスペイン人だとかイギリスにも同じような感じでその自分がいるソサイティに対しての評価そこからも与えられている評価この入れあの自分が評価している内容と自分が評価される内容とのミスマッチにおいて自分の不幸さっていうのはどんどんそのまあクローズアップされていくと。でそれは社会に出てて自分がやろうとし 自分が抱えている家族だとか収入だとか地位だとかっていうものに対してどういうそのまあアプローチを持っているのかでそれは自分の中で変更可能なのかどうかで変更可能なのだとしたらどういうことができるのかっていうことにおいて可能な選択肢が多い多いほど幸せであるとでさらにそれに対して未来が明るければ明るいこと幸せであるとでそういうそのまあ幸せな観点でフィードバックしてくると自分に対する評価を他の人と比べてない限りにおいてそれは幸せなのであると。 誰かと比べた瞬間に仮にいろんな選択肢があったとしてもでも俺よりもあいつの方がうまくやってるんじゃないかとか俺よりもあいつの方がいろんな選択肢があるんじゃないかといった瞬間に自分は不幸になるわけですよね。 この辺りのね微妙な雰囲気ですよねだからその嫌われる勇気の中で語られているものとはそのち,ょちょっとこうベクトルとしては全く逆の話がこうどうも科学的には証明されそうだっていうところがまあ見えてくるわけですよね。で、まあ、結論としてこ,う、ね、この辺り茂木健一郎さんとか、まあ、いろんなそのあの脳に関する研究をやられている方は特におっしゃってる内容であるんですけれどもえまあ あの変な言言い方でですすけど気の持ちちだって言っってたら話が終わっちゃうんですよねじゃあどうやって気を持てばいいのかっていうふうにこう、まあ、逆算していかなければいけないんですけれどもかなりの幸せのポイント、まあ、これはいろんなその環境下における人の人生をどうやって評価するかっていうとおりもいろんなこう それこそね、六十五万人か七十万人ぐらいの追跡調査十年以上やった研究なんかもいろいろクロスしてやっていく中でいくとですね。かなりの割合が、その、その人のその幸せであるかどうかの感じは、商用だっていうのが分かってくるわけですよね。で、要は、その生まれながらにして楽観的な人は、そのたとえ、そのまあ、処刑場に連れてかれたとしても、幸せなことを感じているかもしれないですよ。で、逆に、そのまあ、性的欲求も含めて、そのあまりにも不満だ、不安だ、もしくは、その。不満足だっていうことがその積み重なっている人がいれば、それこそ、その事業に成功し。 でよもこれっていうのはやっぱりこう人間の生まれ持ったところにかなりその影響されるものなのであってその人間の努力ではどうにもならないんじゃないかっていう結構身も蓋もない結論になってくるんですよね。 われわれの人生において、ね、こういかにストレスフルでない人生を送るかってものすごい大事なことですしせっかく生まれてきたからには、まあ、いい人生を送りたいと思っていい仕事をしたいと思うわけじゃないですか皆さんでそうなってくるとそのじゃあ次の人生どういうことを、ね、自分がやっていくのかというところにおいてはやはりその他人との評価をいかにしないようにして他の人との,その見比べをいかにしないようにして自分のできる仕事でフォーカスするかということが、まあ、非常に重要なのかなというふうふに思うんですよね。でありますけどその マトリックスでその左右にですねもうこれからのこととしてきたことって、まあ、4つの証言を分けたとして自分がしてきたことはもう変えられないわけですよねで他人のことって基本変えられないじゃないですかこれからのこともしてきたこともほとんど変えられないわけですねそうすると自分がこれからすること以外は全く作用ができないんだと。 いいううううこととをその自覚すするべきだというふうに思うわけですよ要は自分ができることこれからできることだけが自分がコントロールできることなのであってそれ以外の自分の過去や誰かの過去や誰かの未来をコントロールしづらいわけですよもしくはほとんどできないわけですよ。で、ま、あのそれに対する評価はできるのでその評価をなるだけそのしないようにして自分のこれからをそのフォーカスしてこう頑張っていこうっていうところにこうきあの自分の気持ちをスイッチさせないと、まあ、ずっとその、ね、過去こういう苦労してきたこういう悲しいことがあったこういう不幸なことがあったってことを 思い返し言ってっもですねなな、まあ、なかなか難しいんだなと、まあ、もちろんそのミスであるとか失敗だとかいろんなものがあったとしてもそのミスや失敗自体をなるだけ忘れてですねなぜミスをしたのかなぜ失敗したのかというところだけしっかりと覚えていきながら自分がこれからしなければならないことにいかに集中するかということがまあ幸せに至る道なのかなというふうに思うわけですよね。まあ昔ねイタリアのこう哲学者マキャベリっていうのがいてですねマキャベリはそのねえあのまあ何ていうかなこう幸せに至る最大の道のりはですね地獄に至る道を熟知することであるということを言ったらですね 天国にに行くためにはそういう人国への道を熟知することによって、えー、まあ天国に至るんだよということを言うのであればですねまさにこうコントロールできないことをじくじく考えないと。 いうことがですね、えー、まあ非常にこう重要な所作なのかななんてことは思ったりしたらですよね、えー、まあなんか皆さんのね、人生の中でそれ、そういう話は本当に意味のあることかどうかって、あの皆さんそれぞれのこう生きてこられた道のりの中にあるのかもしれませんし、これから自分がこうね進んでいく道のところがなかなか見,受けられ見,つあの見定められないよというときはです、ね、どうやって自分と向き合って、自分の実際はどういう形でコーディネートしていくのか、考えるのは自分だけなんだよということも含めて、ですねぜひ考えていっていただければいいなというふうに思いますね。はいということで、皆さんどうもありがとうございました。 もしよろしければチャンネル登録の方をよろしくお願いします失礼します。